どうも皆さんこんばんは、夏目さんちのゲンです。カンブリア紀ピンポイント着地を後日披露予定のさやです。タイムスリップしようとしてるじゃないですか。なんかピンポイントでカンブリア紀についちゃうんです、うん。別にカンブリア紀じゃなくてもびっくりする。なんとじゃない。はい、ということで今回ですね、こちらでございます。なんて書いてあるでしょうか。せーの、トマトが気まぐれサラダ。シェフがじゃないんだ、うん。はい、ということで今回こちらです。合作。いやもう合作っても読んで字のごとくですけども。そうですよ、合わせて作るです、はい、です、うん。誰と合わせて作るかというと、今回やっていく企画はこちら。でーどん、リスナーさんと一緒に企業のサービスのキャラクター作ってみたー。虫バッキン。これ G はあんまり発音しないでほしい。滅びて。はい、はい、もう本当にシンプルな企画。まあ以前ねすごいこと言ってるよね。でもねすごいこと言ってますよ、うん、とんでもないわがまま企画というか、今までリスナーさんの性癖を書きましょうっていう企画ね、こんな企画、はい、とか、だいぶ昔に皆さんから募集したキャラクターをリメイクするっていう企画などね、恐れ多いことにやらせてはいただいたんですけども、はい、まあ、今回なんと案件でございます、はい、おー、ありがとうございます。ありがとうございます。いやでもね、ただの案件じゃないんですよ、はい、もう今回はみんなも一緒に案件やろうよっていう。ああ、そういうね、夏目さんちによって企業さんもリスナーさんも振り回していこうという、ね、そういうことでございます。まあ、今回何の案件かと言いますと、はい、マイネオさん、結構聞いたことある方いっぱいいるんじゃない？いると思うね。僕たちもね、案件いただく前から名前は知ってたんだけど、うん、簡単に言うと格安スマホ、格安 SIM のサービスですね。今回皆さんに考えていただきたいのは、はい、そのマイネオの中のマイソクというプランです。マイソク、はい、マイソクって何？マイソクとは従来のデータ容量で料金を選ぶプランではなく、決まった速度でギガ無制限という全く新しいスマホプランです。最大の魅力は何といっても料金が安いこと。スタンダードだと月額990円、プレミアムでも月額2200円でギガ使い放題。こんなに安くて速度は大丈夫？と思ったそこのあなた、問題ありません。 YouTube も OK、 Twitter も OK、 動画投稿までできちゃいました。ただしその代わりに12時から1時はめっちゃ遅いです。お昼間1時間はダメダメだから、超お得のとってもヘンテコプラン。そもそもスマホはそんなに使わない方、とにかくお得に使いたい方、そして毎日家に引きこもって絵を描き続けてるそこのさやさん、もしかしたらあなたのためのプランかもしれませんよ。でもこれはなんかさ、マイソクっていうさ、うん、ちょっと変わったプランだから今度なんかキャラ化させやすいというかさ、そう、まあ、だからそういうのもあって、うん、今回なんかみんなでやったら楽しいんじゃねえかなっていう夏目さんちの思いつきです、うん、はい。まあ、今回はもうシンプル、皆さんがデザインを制作する、はい、そしてそれをもとに夏目さんちが作画をさせていただく、はい、ということで皆さんと合作していければと。おー、よろしくお願いします。どうぞよろしくお願いいたします、はい。ででん、はい、どこで皆さんに募集するかというと、はい、まあ、ツイッターで今回募集していこうかなと、はい、はい、思います。なので今から皆さんにツイートをするんだけど、もうすでに僕のこの iPhone はですね、マイソクに乗っ取られてます。乗っ取られてる。で今ちょうどピークだね、多分。だいたいみんなが一番スマホ使いたい時間じゃないんでしょうか、はい、この時間 ね、8時ぐらいにあえて僕はそこでやってやろうと思ってますよ。ここでダメだったらみんなにお勧めできないからね。いや確かに、うん、こうちゃんとツイートできるかどうかもぜひ見てほしいよね。そう画像ツイートも今からするんで、うん、まあ、ということで皆さんに今から募集ツイートさせていただこうと思います。はい、こちら、はい、夏目さんちと合作しませんか。はい、突然ですが皆さんにご協力して皆さんにご協力いただきたいことがあります。はい、企業のサービスマイネオのマイソクを夏目さんちと一緒に擬人化しませんか。お、詳細は画像をご覧ください、はい、ということでここに画像も添付していきましょう。はい、トン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 ポン、はい、こちらでツイートの準備ができました。これをね早速マイソクを使って、はいはい、ツイートしていければと思います。じゃあ大丈夫ですかこれで。間違いないかな。緊張する。なんか緊張するわ。なんか緊張する。はい、で今から募集して1週間応募期間を経てね、うん、この後夏目さんちがその中から皆さんから集まったものの中から6キャラ分、6名様分をこうラフとして仕上げてみて、さらにそこから2名様を選んで、はい、僕とさやでそれぞれ1枚ずつ本書きというかカラー作画、はい、してマイネオさんに提出していこうかなと思いますので、ちょっとドキドキの企画ですが、ね、あ、ちなみに当然ありますよ、皆さんから集まらなかった場合、はい、はい、夏目さんちが6キャラ書きます。寂しい
いからさ、うん、見てくださいこんなにいっぱい集まりましたっつって、あの拍手がいっぱい積んでるの、うん、あるあるあるみんなから来なかったらそうやるということで、では皆さん、はい、何件か来てくれたら嬉しいな、はい、ぜひぜひよろしくお願いします、力を貸してください、よろしくお願いします。では毎速でツイート電板はい、今画像ツイート、あ、無事送信できましたね、送信できた、あ、今これカットしてないんでリアルタイムですね、はい、このスピードで送信できました、やったー、あ、ちなみにこうやってツイート今読み込んでるんだけど、こんな感じ全然読み込めてます ね普通に、わ、ツイートできた、もうすごい、もう10リツイートも、あ、みんな早い早い、ありがとう、ありがとうございます、ありがとうございます、まあ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 、でもいいねしていただいたけど書くとは言ってねえよっていう感じでしたと思うんで、皆さん、いや、まずみんな、まずみんなチェックして、うん、結構文章長いからね、そうそうそう、はい、ではこれで皆さんに募集したので、ちょっと1週間後を楽しみに待ちたいと思います、それでは1週間後へどうぞ、ひょーひょー、わー、くせえ、な、な、ない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 、1週間後に今ピンポイント着地した、はい、1週間経った、1週間経ちました、はい、なんかあっという間だったんですけど、なんとですね、うん、応募総数約1000作品、すごい、溺れてしまいそうなぐらいたくさん集まったんですけれども、すごい、皆さん本当にありがとうございます、ありがとうございます、もう夏目さんち一個一個全部見させていただきました、はい、じっくり吟味しながら見てってってやってたら、あの3日経ってました、びっくりよね皆さんすごい設定ねってくれてて、はい、毎作のサービスのこれがここの部分になっててっていうのをつけてくれてたりとか、あとはもうその子の物語をつけてくれたり、めちゃくちゃ設定詰めてくれたりとか、もう本当にいろんなパターンのね作品が集まりましたので、ね、今回ですね、はい、急遽変更しまして、うん、1時間で3枚描きます、はいはい、で1時間ずつ書いたのがまず6作品、はい、そして最後時間無制限で気の赴くまま書かせていただくのをそれぞれ別に1個ずつ選ぶ、はい、で2作品ということで計8作品リメイクさせていただこうかと、はい、思います、ということでまずは書かないけれどもちょっと紹介と、いやもう、でも多いのよいい作品が、ちょっとだけ皆さんにあのこのチャンネルでもお見せするんですが、はい、たっぷりもうボリューム満点でサブチャンネルの方でもう一気にお見せしたいと思いますので、そちらも合わせてご覧ください。ではですね、あの早速この後書くものとは別に紹介させていただくものになります、はい、まず一つ目、じゃじゃんと、ポチコさん、ポチコさん、スマホ料金のお悩みをビビッと解決、ビビッと、魔法少女マイソクちゃんただいま参上いたしました、かわいい、めちゃくちゃかわいくて、あのそう、こっちが Wi-Fi なのいいね、かわいいですね、しかもねこの子ね一番の推しポイントとしては、はい、ツインテールが思ったことが形に出ちゃう、かわいい、だからババ抜きがいつも負けちゃうのねっていうのが、あー、めちゃめちゃかわいいのよ、ありがとうございます、ありがとうございます、なんか癒されちゃったな。じゃあ次、みみみちさんのこの子ですね、はい、あのこの子ね通常じゃ普通に可愛い少年なんですけども、ワイソクののんびりしてしまう時間帯をおじいちゃんになっちゃう、ショタジジイですね、いや確かにありがとうございます、可愛いねこれは、12時から13時の間ってどうやって考えれるかなっていうのは、そう、いろんなね皆さん工夫してくださってたんですけど、いやおじいちゃんはね考えてなかったと思って、これは可愛い、そう可愛い、ありがとうございます、ありがとうございます、表情もまたいいんだ、いやそう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 ではお次、ででんででん、こちらさきさんです、はい、さきさん、まずねキャラ図見て、これパンフの右端におるやつ、うん、でもすでにいるのよ、で吹き出しで喋ってるやつ、そう完璧なバランスだよ、はい、うんうん、月もうこの12時から1時はちゃんと活動制限がかかるのでこう寝てる、けどそれ以外はもうバリバリこう真面目に働いてるサラリーマンということで、うん、ちょっと上司に怒られてるんだ、ちょっと上司に怒られてるし、ちょっと目の下にクマもあってねあ、ちょっと頑張ってくれてんだなっていうのもあります、ちょっとキャラ濃いんで、そうすごい好きですありがとうございます、ありがとうございます、めちゃくちゃクオリティが高いね、お次はこちらでございます、はい、ね、先生何をやってらっしゃるんですかというバイト先生現役漫画家の先生でございますが、はい、あのなもうどうなさいましたっていうめちゃくちゃ可愛すぎてこれちょっとなんかつい入れんでしまいましたが、ね、あの完璧すぎるんだけど、企画の趣旨が成り立たないんですよ、うん、これでいいんですね、もうこれでいいんですめちゃくちゃこれもね可愛くて、さりげなくこの靴の裏のソールの部分に、いやそうそう、マイソクのこのねホームページにもあるこの矢印のモチーフとかもねあって、靴の後ろがマイネオの双葉マークにここになってるのがちょっとおしゃれな、ね、この靴普通に可愛くて欲しい、ね、そして太眉っていう、そう単純に顔が可愛い、よきオブザイヤー2022ありがとう日本って感じだった、感謝しちゃった、ね、ありがとうございます、ありがとうございます、非常に可愛かったです。お次こちらでございます、夜猫さんの作品なんですけれども、日夜残業早期出勤問わず頑張るサラリーマンのマイソクさん、35歳最初持ち営業マン
この人が頑張ってくれてるから、うん、前速さんありがとうっていうなんか気持ちにさせて、それ12時から1時ぐらい休んでくれという気持ちになってしまった、うん、これみんなの回線の陰には駆け回る前速さんの努力があるんだぞって点点点哀愁漂うのちょっとちょっと哀愁がね後ろに、そう、まだこれなんかもうキャラデザというよりはもうキャラの設定にこう惹かれてしまったというか、うん、惹かれたねこれは、はい、ありがとうございます。はい、はい、お次で、お次こちらででんと愛原スタジオさんですね。愛原スタジオさんありがとうございます。見たら分かっていただける、すごいのよこの源さんのメカっぽさ、さやさんの膝へのこだわりを追求できるようなカラーラフアップしてみました。かわいい、 かわいい、オフとオンでほら、うん、こういう感じでもうめちゃくちゃご丁寧、うまいアニメバッチリ完成してらっしゃる、してる。でこれ設定のこのマイネオのデータ管理サーバーワールドには生身で入れないので、このギアを使用して電脳体になりっていう、そう世界観もいいよね。 そこにね、うん、入っていくわけですね。そう電子世界の体、はい、がこっちで普段はこっちと、お姉さん、いや素晴らしいね、ビール好きそうで可愛い、そう確かに休日ね、あそうそうそう、休日めっちゃビール飲んでそう、休日すごいゆるい格好でさ、確かにビール飲んでそう、ね、はいお次、はい、あさやさんが激推ししてたやつですね。こちらさんね超一押しで、はい、ちょっと青 P さんの毎速さんお姉なの。あーそうなるほどね。その12時から13時の間、はいはいはい、メイク直しに行って1時間帰ってこないっていう設定がめちゃくちゃ好きでかわいいそうすごいね、多分すごく濃いメイクをちゃんと直して1日綺麗にいようっていう、ね、そういうことね。そうビジュアルすごいかわいい、素敵じゃん、そうめっちゃ素敵、しかもかわいい、ほら愚痴聞いてくれる、何よそいつ最低だわって、めちゃくちゃ優しい、うん、寄り添ってくれるタイプなんだ、やめときなさいみたいな感じで言ってくれるんだろうねメイク行ってるって言ったら、これだからしょうがないよね、いないんだもんね、いないんだもん、いないんだもんね、帰ってこないんだ、それは遅くてもしょうがないそうそうすごい設定が好きだった、素晴らしい、ありがとうございます。こちらのメインチャンネルで今ご紹介させていただくのは最後になるんですが、はい、こちら芹沢芹実さん、隣でデータ管理のサポートをしてくれる女の子と相棒の枕のような生物のコンビです。かわいい、そうかわいい、語彙力なくなっちゃったけど、まあ、V でデビューした、じゃあこれは日曜朝9時半でアニメやってる、この番組はご覧のスポンサーの提供でマイネオさんがいるタイプのアニメ、あオンオフの切り替えが早い女の子だから、もう昼間もうバツンと昼寝するんでしょうね、キュドンって、素晴らしい、でも色がかわいい、かわいいし色味もいいし、ね、絵がお上手、上手、これもすごい素晴らしい作品でした、はい、ありがとうございます、ありがとうございます、はい、はい、まあ、今ねたくさんご紹介させていただいたんですけれども、これはまだねほんの一部でございますので、はい、まだまだ紹介したいから、はい、それはもうサブチャンネルの方概要欄から皆さんぜひチェックしてみてください、はい、お楽しみ、すごかったから、すごかったです、本当に明らかに我々を突き刺しに来てくださってるんだろうなっていう作品もなんかちらほら見受けられましたね、すごかったよ、なんかあ私狙われてるって思ったまあ皆さんそちらも楽しみにというところですが、今から本題でございます、はい、ここから選ばせていただいた8作品を書いていきたいと思います。さあでは早速今から書かせていただくイラストの発表になります。お一人目こちらの方です、せーのドーン、僕の方はこちらチリゲムシさん、チリゲムシさん、マイソクちゃん、かわいい、めちゃくちゃかわいい、尻尾みたいでかわいいねっていうコメントがかわいい、コメントがかわいいしかもデータ使いすぎると冷たい目をしてくれるらしいので、あーちょっとネット見すぎよみたいなね、はい、いやここね羊ちゃんがいるんだって、かわいい、マイソクちゃんが寝てるときは羊ちゃんがほらめっちゃこっち見てくるということで、僕が書かせていただくのはこちら、はい、チリゲムシさんのね、はい、こちらのマイソクちゃんで、さやさんが書くのはボンちゃんさんが書いてくださったこのマイソクちゃんです、はい、かわいい、かわいい、この周りに飛んでるねギガちゃんたちのデザインがねすげえかわいいのよ、かわいい、まつげ生えてんの、いやもうこのままでも十分かわいいですがね、ね膝も出てて優しい、そうね膝も出てて優しいんだ、はい、絆創膏までついててもっと優しいじゃん、ねオプション付きということで、まずは1枚目のこちら書かせていただければと思います。で僕は今回 iPad で、せいさんなんかもうほぼできてるんですけど、おい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 、まあ、と言いながら僕もねあのラフというか、はい、サラサラとなんかイメージは書いてきてるので、だいたい1時間、うん、楽しくなったら伸びちゃう、今回拷問じゃないんで、なつめさんちの独壇場ですありがとうございます、ありがとうございます、それでは行きましょう、よーいスタート、当たり前なんですけど今回は皆さんからいただいたデザインを過度な付け足しとか、はい、もちろん要素の付け足しをしすぎないでください、いやそうですよ、はい、せっかく
まあ、コードは書くけども、コードは1日2本まで、まあ、そうなってくるわけ、はい、こちらのねチリゲームスさんの前足ちゃんは後ろに1本と、はい、あの尻尾みたいに1本がついてるので、はい、前足ちゃんは2本までですよ、はい、気をつけてください、さやさん、さやさんも膝足さないが大事、膝足さねえってそれは膝が好きと言えるのかそれは本当に膝と言えるのか、それは本当に膝なの、やっぱなんかさ新しくこうさ書かせていただくからさ、うん、僕が普段書かないような感じで書きたいの。あーそうね、いやまあもちろん自分の絵柄も入れつつなんだけど、うんうん、今回は勉強させてもらうつもりでさ、いつも書かないようなデザインに挑戦するわけじゃん。そうだね、そうかな、そうかな、せいさんもう一気にせいさんが描きたいやつ選んでた。そんなことないわ、うん、そんなことないわ。でもね今回は結構本当にそんな感じですよ。おー、サブちゃんの方でねご紹介してるんですけど、はいはい、サヤ賞っていう勝手な賞を勝手に作りまして、よくわからん賞を勝手に作ってるんです、うん、サヤさん、そうそう、勝手に受賞されてる方もいらっしゃるので、うん、よかったら見てみてください。なんやねんって感じなんですけど、うん、夏目さんちが楽しそうに描いてるなっていうことだけが伝われば、ワクワク、はい、ワクワク、何すごく楽しそうに描いてる様子、終わり言わんと伝わらんのかい、じゃあ踊る、絵で伝えろよはい、ということでまずはお一人目のマイソクちゃん、はい、せーの、どん、うわ完全にさやさんのまたなんか膝をなんかちゃんと描いたね、膝楽しいね、やっぱ、いやでもなんかいただいてたイラストを本当にさやが描いた感じ、いやそうそういやでもね周りのギガちゃんたちのねちょっと可愛さをねちょっと再現できなかったんだけど、絶妙なバランスだったよね、そうそうそう、あれねすごいいいバランス感でデフォルメがされてたから可愛かったけど、いやでも描くの超楽しかった、まあ、すごい楽しそうな感じが超楽しかったで僕の方はこちら、いやただね、うんうん、もう今回僕宣言させてほしいんですけど、はい、皆さんの絵をなんかねこう丁寧に描いていこうってやっちゃうから、うんうん、1時間だと色塗れんわっていうことに気づいて、あまあね、で今回ちょっと僕ねじっくり線画描くっていうスタイルでいくのでモノクロ でこんな感じですね、全体像かわいい、こんな感じちょっとリアル等身な感じに寄せました、うんうん、下にも あの羊の大元のエネルギー供給マシンがあります、羊ちゃん、はい、起きてるね、そうこの子、ということはじゃあこの子眠いんだ今ちょっと、そうこの子今眠いんだ、この子起きてる、だから充電するのをこの子からしてるみたいな感じで、あーそういうね、うんうん、はい、あの過度なアレンジはしないといったもののちょっとコード本数が1本ぐらい増えてます、1日2本までって言ったのにここが増えてる、でもよく見たら4本ない、うん、いや違う、もともと書いていただいてたのがこことこことね、これよく分かってます、はい、あの首にちゃんとあるの分かってますね、うんうん、素晴らしいでこれと尻尾みたいで可愛いねってやつね、うんうん、ライトニングタイプ、これが繋がってんだか、そうこれが大元のこの子から、うんうんうん、はい、今まさに多分あの心臓のあたりぐらいであの充電するんじゃないでしょうか、うんうん、デザイン的にはないので多分服の下にあるんでしょうね、充電するプラグが、ドキッとしたよね、そうね、お顔が可愛かったのに、うんうん、結構今回普段僕が描かないぐらいの、いやそう、ね、お目目のキラッと感はちょっとハイライト入ってるもん、ハイライト入れてみました、源さんなのに、そう源さんのくせにはい、ということでまずはお一人目のチリゲムシさんとボンちゃんさんのキャラクターをお借りしました、ありがとうございました、ありがとうございました、では膝いきますか、はい、次、はい、次の膝大丈夫、ジャイさんの全部膝だったりして大丈夫、いやどうかな、自信なくなってきたすごい審査員のひいき目がすごいでは次いきましょう、はい、さあということでお二人目でございます、お二人目のマイソクちゃんはこちら、せーの、どーん、お互い可愛いこと、可愛い、アメ2さんの作品でございます、可愛い、このアプリのスカートとかさ、この髪飾りとかさ、はい、すごい書き込みがいがあるんじゃないですか、すごいよねこれ ねしかもねこの髪のところがコードのような端子のようなね、うん、出てるのがすごい可愛いので、これ見た瞬間に惹かれてしまいました、このデザインが、ね、寝る気満々だもんね、そう寝る気満々なの、どちらかというと寝る気満々なの、どっちかというとだってアイマスクもあるし、あそうそうそう、クッションもあるしどこでも寝てやんぜっていう感じが可愛 いそうそうさやさんはココアさんが書いてくださったこちらですね、はい、可愛い、ただなんかね、はいはい、このコートに金額が書いてあるんですよ、そうこの月額ね990円ですが、この袖のところとかにね、袖のところめちゃくちゃ可愛いですね、そうしかも関数字ってところがいいよ ね近未来な感じがありますよ、いやそうそう、なんなんだろうね、あの SF な世界に漢字っていうあれあれね、そうはい、はい、でそうさやさんはこの子を書きます、ではではまた大体1時間を目安に書かせていただきましょう、はい、参りましょう、では用意、はい、スタート、まあ、せいさんもまたちょっとラフってきました、はい、でも今回は僕もより描かない絵柄というかでちょっと挑戦させていただければって感じですね、おいいんじゃない、でもこの子めちゃくちゃ可愛いんだよな、見た瞬間にね一目惚れでしたね、このバランス感っていうか、うん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 、わかる、説明のところにお昼以外は活発な女の子って書いてあるので活発な女の子感を全力で出します、ケイドロのケイもドロもどっちもやっちゃうぐらい活発な、片方にしなさいよルールを守りなさい、活発、まあ、オッドアイちゃんのように片方ウィンクにしちゃった、もったいない、もったいないよねこれ、目にするわ、入ろ目、
それはそれで怖い。はい、ということで、お二人目、せーの、ドーンと。おお、ちょっと等身高めというか、はいはい、だいぶなんかね、はい、大人な感じというか、若干お兄さんにしたんですけど、若干成長してますね。色で遊びすぎちゃったかもしれない。ピンクとオレンジと青と黄色と黒とみたいな感じで盛りだくさん、めちゃくちゃ盛りだくさんな感じになりましたね。可愛、はい、いやっぱ元のいろいろパーツがね大きくなってるとか、いやそうなのよ。可愛いし、髪の毛のグラデーションとかめちゃ頑張っちゃったです。おかげでなんかすっごい集中しちゃった。おー、ゲンさんのもいい感じ。はい、ちょっと元気な感じなので参上してる感じに。あー、いいね、はい、アメコミ風な感じで、うん、アメコミ風だ。いただいたイラストはカラフルなのを逆にね、そうね、アメコミのコミック調のカラフル感っていう感じする。そうだから本当はもっとあのこれ色まで塗るのであればアメコミみたいにパキッと感じで塗るとかっこよくなるんじゃないかなと思って。いいね。元のふわっとしたのもめちゃめちゃ可愛いんだけど、うんうんうん、うん、まあ、それが お昼寝前ぐらいだとすればこちらお昼寝後です。あ、これお昼寝後、お昼寝後元気満々の今から昼寝するぜかもしれなかった。違うよ、こんなドヤ顔しながら昼寝入らないでしょ。昼寝行かせていただきますよ。っていう感じですね、はい、え、なんか着せずしてポーズがちょっと似た。いや、そうなんだよな。別になんかしたわけじゃないんだけど、いや、そう、全然話し合いとかしてないのに、はい、めっちゃポーズ似た、ちょっとね、いや楽しい。はい、ということでお二人目でした、はい、お二人とも素敵なデザインありがとうございました。ありがとうございました。それではお次行きましょう。はい、では3回目でございます。はい、せーの、ドン、じゃじゃーん。こちらマゼンタさんのマイソクちゃん、めちゃくちゃ可愛いのよ。可愛 い、これピーンってやつ可愛い。ピーンってやつ可愛いの、ね、いや、これもう幾度となく言うんだけど、うん、これでいいんだけど。書かせていただきたい。はい、いや、もうセーラー服ただそれだけ大好きですからね。いや、まあ、あなた書くのね、言い方よ。セーラー服もそうだし、うん、あのこのなんかキュピーンも可愛いし、うんうん、なんかね、すべてにおいてこのデザインが可愛かったので、すごいまとまってるよね、はい、書きたくなってしまいました。うんうんうん、マイネウサギも書かせていただきます。ちゃんとこう、あのマイネウの、そうなのよ、あのマークになってるよね。そうそう、ちゃんとお耳の長さがちゃんと違くていいね、はい、そうなんですよ、はい、先生はね、佐藤水さんに書いていただきました、はい、こちらのマイソクくんかな、どう見ても、はい、はい、もうなんかもうサヤショーよね。やめて、急によくわからない賞、急に設定しないで。可愛いです、色味もまとまってて、はいはいはい、ピンポイントですよ。私の頭上のリンゴを射抜いたロビンフットはあなたです、はいはいはい、ちょっとね、この見て、この笑顔がとっても可愛い。めちゃくちゃ可愛い、笑顔がソーキュートって感じで、イエス、ウィキャンって感じ。同意したいんだ。はい、じゃあ、はい、早速では行きますか、させていただこうかしら。この前ね、お家の中の片付けをしていたわけですよ、はい、さん。小学校4年生、5年生ぐらいの時に書いた漫画が出てきて、はいはい、よりブラックオリジン深みなやつが出てきちゃって。あ、深みのやつなんだ。動画にしてないのに。そう、動画にしてない。あの時、フルーツでキャットっていう。ありましたね。あれより多分ね、ちょっと前かな、うほうと思ってちょっとね読んでしまったんだけど、三つ子の魂100まで持ってこういうこと言うんだなっていうのをねすごく思ってしまって、はい、っていうのも女の子に間違えられちゃうぐらいすごい可愛い男の子のゆうくんっていうのが主人公なんだけど、はいはい、そのゆうくんが異世界転生をしてしまうの、はい、異世界転生って流行ってなかったそう、ま、当時そんなに。でも異世界転生してしまって、そのファンタジーの世界の別のゆうっていう人物と中身が変わっちゃうみたいな。はい、入れ替わってる。あ、そうそう、入れ替わっちゃったの。元の世界に戻るたびに、ゆうくんはそのファンタジー世界を旅に出るっていうお話を書いてたんですけど、はい、旅の道中、敵のモンスターからかいくぐるため助走しなきゃいけないみたいなことが書いてあって。なんで？どうして助走しなきゃいけない？わかんない。かわいいかわいいゆうくんが、なんで俺こんな格好しなきゃいけないんだよみたいな感じで、なんか真っ赤になって、スカート履かされちゃうみたいなシーンがあって、はいはい。三つ子の魂欲まで持って言うじゃない。それは100だな。100までもう行きそうだな。行きそう。おばあちゃんになっても多分書いてるそれ。でもさ、その時代にさやさん結構漫画書いてるのね、やっぱね。いや、多分ね、あの時代が多分もしかしたら一番書いてたかもしれない。ちゃんと考えるというよりかは、なんかこんなのあったら面白いよねみたいな感じで、一番楽しい時。そう、一番楽しい時。漫画の編集部の方に言われたんだけど、好きなものをこれってめっちゃいいものだぜっていう紹介するのが漫画家だって言われて、はいはい、だから私は膝に目覚めてもらった人がいっぱいいて嬉しい。確かにこれはいいものだぞとさやさんが再三動画で口を酸っぱくして言い続けた。なんかいい話にならないな。なんか絶妙に嫌な感じ。あれ
なんかジメッとする、ちょっとジメッとするな。見ながって、そのおかげでコードに目覚めましたって言っていただける方いるんですよね。僕も別の作家さんの影響とかでね、うん、コードに目覚めたりするっていうことがあったわけなんですけど、そういうサイクルの一部に加われてるっていうのが嬉しいことですよね。いや、そういうコツよ。私の膝もお前のメカもいいことじゃないか。いい話なのかな。拭いきれぬじっとり感があるのは何なんだろう。それは夏目さんちがずっとじっとりしてるからね。はい、ということで3回目、せーの、ドン。おー、あ、めっちゃかわいい。すごい、なんか見事にいただいたデザインを自分の好きな感じに描きましたね。いや、ほんとありがとう。互いに、うん、互いにね。いや、もうゲンさんもなんかザ・ゲンさんの絵になってる。ほんとに。でも平野ゲンさんにはないきらめきがちゃんと描かれているね。そうだね、そう、マゼンタさんが描いてくださったキャラクターが本当に可愛かったんで、うん、これを表現できるような自分のタッチってなんだっていうので、ちょっと永遠に目悩んでたんだけど、このピーンが可愛かったから、ピーンをちょっと強そうにし、超能力みたいな、なんか間違いなく何がしかの後ろの背景のせいでさ、スマホでパシャってなんかやった時になんかできるやつみたいになっちゃった、ね、能力者だよね。あと前にあわさぎの顔がいいです、はい、これいただいてたデザインの顔がすごかったんだけど、なんか僕が描いた方が虚無感強くなっちゃった。ゲンさんが描いた方が虚無感強いよ。なんかそう、この前レンジの中でオートミール爆発させたと思い顔して、なんかちょっと虚無感出ちゃったんですけど、はい、自分なりにこのシンプルな可愛さっていうのを追求させていただきました。はい、言うまでもない感じが、もうありがとうございます。大変楽しく描かせていただきます。このシリーズなんかね、はい、大体全部膝から描いてるね。うん、膝から描くもんなんだね。いいんじゃないですか、ね、本当に素敵なデザインを描かせていただけて、はい、ありがとうございます。さあ、ということで、はい、こちらでですね、まずは1時間ほどでね、描かせていただく舞足ちゃん、舞足ちゃん6キャラ選ばせていただきました。いや、もう本当に皆さ ん、ありがとうございます。ここからです。お次の方、はい、お次の方、はい、制限時間無制限で描かせていただくと、はい、作成させていただこうかなと思います。では、はい、行きましょう。では制限時間もう無制限で描かせていただく今回の最後のお二人、舞足ちゃんになります。はい、せーの、ドン。いろは2歳さんのこちらと、まなゆさんが描いてくださったこの子ですね、はい、もう舞足のイメージキャラクターって言われて、はいはいはい、すごくしっくりするデザインかなって思って、すごいね、無駄なくというか、いや、そうなんだよね、シンプルだけど、でもなんかこうちゃんと舞足っていうのが分かるっていうのがすごいし、そしてさやさんがすごく好きそうっていうのも、はい、まあ、それもありますね、はい、で見て、ここにね、さやさんちって書いてあるちゃんと。ちゃんとこのズボン、狙われてるじゃん、ズボンの裾のところにさやさんちって書いてあるんです。さやさんちっていうのはこちらの画像のことは言うんですけれども、はい、何のこっちゃって話なんですか、はい、何のこっちゃってことなんですけど、以前ね、さやさんがここの部分のことをさやさんちって言ってたのをちゃんと明記してくださっていて、でしかも彼なんと30代男性なんです。マイネオで働く30代男性、はい、で急遽マイソクのキャラクターに選ばれてしまったので、毎回頑張って着替えてるっていう。あ、そうなんだ。なんかすごいキャラクターも可愛 いグッとくるね。そうそうそう、普段はきっとスーツ着てるんでしょうね。そのギャップも可愛いですね。いや、そうそうそう、その設定もすごい好きなので、ちょっとこの子に見せていただきました、はい、まなゆさん、ありがとうございます。で、そして僕が選ばせていただいたのはこちらの、可愛、はい、はい、まあ、僕の絵柄とマッチするかといつもと全然違うタイプの、あー、確かにゲンさんこのツインテール描かないもんな、はい、絶対僕こんな感じの元気な子は普段描かないので、うん、今回はチャレンジということで、でもちゃんとコード要素もあるから、ね、はい、そう、ちょっとメカっぽいところもね、僕が描くときにイヘイヘしながら描かせていただけるなと思って選んだんですけど、設定もすごく可愛くて、充電が減るにつれてくせ毛が増す。あー、うんうん、ここのツインテールの先のくせ毛がね、どんどんこうやってね、うんうん、あー、最初はまっすぐだったのに、そう、さらっとストレートがどんどんね、あの、うんうん、あ、ほら、ツインテールじゃないんだ、ポニーテールが2つに分かれてんだ。あ、そうそうそう、これポニーテールが癖で分かれてるらしいです。あー、そう、あ、そうそう、ツインテールではなく、うんうん、ポニーテールなんだ。もちろんその舞足のね、ホームページに行って元気にねガイドしてくれても可愛いなとも思いましたし、明るくお届けしてくれそうという確かに感じがありまして、うんうん、今度こちら選ばせていただきました。おー、決まった、はい、ではこの後ですね、もう早速もうがっつり制限時間無制限でいやもうたっぷり書かせていただくんですが、はい、その前に、はい、今回ですね、舞足さんの提供で皆さんと一緒に舞足の PR のキャラクターを作らせていただくということで、はい、従来のデータ容量で料金を選ぶプランではなく、決まった速度でギガ無制限、うん、というね、こちらの舞足というプラン、皆さんぜひ気になった方は概要欄からチェックしてみてください。ぜひ応募していただいた方々はなんかあの熟読していただいた節があるので、いや、そうね、あの今更感あるんですけど、マイネオの本社が大阪というところでね、はい、あの見ていただいてるところもあるんですが、はい、お昼間1時間12時から1時はダメダメだけど他はギガ無制限、はい、はい、そんなヘンテコプランの舞足チェックしてみてはいかがでしょうか。
それでは書いていこうと思います。ブン。さあということで、僕はいろはさんのやつを書かせていただきます。はい。もう元気いっぱいということだったので、うん、今まさに出発しますみたいな空気の、あー、はい、いいねいいねにしたいと思ったんだけど、ちょっとポーズをね変えてます。ちょっと小さくガッツポーズみたいな感じにしております。うん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 、いやでもやっぱりこう、はい、ゲンさんがなかなか書かないデザインでね。そうね、そうなんです。今回ねそのだいぶ明るいというか、うんうん、屈託のない笑顔の可愛い子ですので、いつもと違うような顔になるように描いてるんだけども、うんうんうん、全体的にこの上後ろの髪の毛、このポニーテール、クセっ毛ポニーテールで流れが作れるように、うんうん、そこに合わせて電気のエフェクトとかをつけております。毛先に若干癖がもう出てるから、はい、充電ちょっとなくなってきてるってことね。おそらくね活動あれなんでしょうね、午後なんでしょうね。いや色がバチッと決まっててかっこいい、はい、いやもともとのねこのおへそのこのお腹出てるデザインよ、ね、うん、素晴らしいです。おへそにこだわりを感じますね、はい、ありがとうございます。いやありがとうございます。それでは次さやさん。イエーイ、さやさんです。はい、なんなん早く早く言ってください。はい、いやね、はい、あのもうさやさんのためにと、でもちょっと言っちゃっていいのかな、自意識過剰になっちゃっていいのかなと思うんですけど、うん、はいはいはい、ちょっとそう膝を出していただいてたので、はい、お膝をどうしても映る構図にしたくて、座ってる構図ね、座ってる構図、はい、お膝をメインにね、ちょっとお膝をメインにってなかなかいないけどね。まあね、いやキャラをメインにしてくださいって話なんですけど、はい、これ後ろなんすか。いやね、あのね肩にね、あのあぬいぐるみちゃんが塗ってるんですよ。はい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 、はい、あのそれをこうめちゃめちゃ巨大化して、巨大ななんか怪獣みたいになってますね。いやそうそうそう、いやなんか背景何描こうかなって思った時に、はいはい、いやなんかこう電波塔とかそういうのもいいなと思ったんだけど、はい、いやここにこんないいキャラがいるじゃないかと思って。確かになんかこのズオーって感じになってきてますね。かわいい。はい、いや本当はそう、いい、ね、あのいただいた設定の中ではこう肩に、はい、そうね、はい、あのそうですよね、超能力は実はこの子が使ってるんだよっていうカムフラージュのために肩につけてるぬいぐるみちゃんということだったんですけど、はいはい、カムフラージュどころじゃないじゃないですか。主張激しすぎる。いやちょっとかわいくてね、ちょっと出したくなってしまいまして、はい、はい、ね、はい、いや本当にありがとうございます。いや本当にありがとうございます。超楽しかったです。ローラースケットっていいよね。うん、わかる。ローラースケット何よ。しみじみしないで。さあということでこちら完成。ありがとうございました。ひろはさんのマイソクちゃん、はい、かわいいですね、はい、おへそおへそ。そしてまえなゆさんからいただいたマイソクくん、はい、いやありがとうございました。いやもう本当この企画をね、はい、通じてもうさやさんは強く確信したよ。何よ、みんな我々の好み把握しすぎって。いやそれな。いやもう本当でもねこれは嬉しい悲鳴ということで、ね、はい、マイネオさんも、はい、大喜びでした、ね、本当に皆さんたくさんのご応募ありがとうございました。さあということでサブチャンネルの方で、はい、ここではね紹介しきれなかった皆さんのやつ ね、 ね、はい、さらにもっともっとねもう言いたいこと伝えたいこといっぱいある、はい、なのでもっと拡大版ということで、はい、サブチャンネルの方もぜひご覧ください。ロビンフッドがいっぱいいるわよ。